ミッドナイトベッドは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬、シュボバ。主なカチクラに1998年の香港国際カップ、京都記念、1999年の金社地賞及び1998年の京都金牌。1997年1月26日、京都競馬場での4歳新馬戦でデビューし、発着。2戦目で、 初勝利を挙げる。同世代との500万下条件戦を参戦の後、6月、函館競馬場でのお尻特別で2勝目。900万下条件クラスに上がって2戦目の津軽、海峡特別を勝つと、秋に入って1600万下特別のことステークスを、勝ちに連勝。登場して、東京競馬場のオープン特別、メキシコカップを勝って3連勝とした。 年明けて5歳を迎え、初戦かつ重賞初出走の京都金杯を制して、4連勝で、重賞ウィーナーとなった。続く2月の京都記念も石の3例以下を封じて、重勝に連勝とした。その後感覚が開いて5月の金社地勝では、サイレンス鈴鹿の2着に入ったものの、宝塚記念では10着。秋初戦のカシオペアステークスも7着と振るわなかったが、 香港国際カップに選出され、香港オッズで14頭立ての12番人気で迎えた、レースでは1番人気のヨハン・クライフを4分の3馬身、抑えて優勝した。6歳となってからは、マイラーズカップ5着、三景大阪杯2着を経て、金社地賞で末広コマンダーを退けて、重賞4勝目を挙げた。自走のなるを記念で10頭立ての再会に終わって、 以降は5着以内は一度のみの成績に終わり、7歳となった2001年には、小島太支給社に移籍したものの、移籍2戦目のアメリカジョッキークラブカップ9着を、最後に引退、シュボバとなった。以下の内容は、netkeiba.com、ジャビスサーチ及び、香港裁判会の情報に基づく。タネボバとしては2001年からの7シーズンで、決闘登録等数9等。 出走頭数はそのうちの8頭、勝馬頭数は4頭を記録した。2021年度も白老いファームつなぎ用の種ボバとして登録されている。ありがとうございます。